美しい日本の海と島々の絶景を望むしまなみ海道。そこにはサイクリストの聖地と呼ばれ、世界中の愛好家が訪れるサイクリングロードがあります。年間30万人以上が利用するしまなみ海道の魅力に迫ります。しまなみ海道は全長およそ70キロメートル、広島県と愛媛県に挟まれた瀬戸内海の6つの島々をつないでいます。しまなみ海道の玄関口、広島県尾道市。フェリーで対岸の向かい島へ渡れば、いよいよサイクリングロードのスタートです。海岸沿いの爽快な景色が続くしまなみ海道は、初心者に優しい設計となっています。サイクリングロードには道しるべのブルーラインが常に表示されています。さらに休憩や工具の貸し出しが可能なサイクルオアシスが道中におよそ140箇所あり、安心して走行できます。しまなみ海道の醍醐味は、島と島をつなぐ6つの橋。海の上を駆け抜けるようなサイクリングは格別です。生口島のレトロな建物が軒を連ねる塩町商店街を抜けた先にあるのは、日本一の生産量を誇るレモン畑。レモン畑を守り続ける農家の方々が、農薬も肥料も使わずに育てた香り高いレモンを味わうことができます。しまなみ海道の中央に位置する大三島の大山積神社。樹齢2600年のクスノキの御神木が島を見守り続けています。旅の疲れを癒す宿では、天然の生けすと呼ばれる瀬戸内海の豊かな海の幸を堪能できます。海の静かな景色を見ながら過ごすゆったりとした時間も魅力的です。瀬戸内海は古代から中国と奈良、京都を結ぶ交易の要として繁栄してきました。国際ターミナルとして1500年以上前から海運とともにあるこの地は、現在も日本一の造船地帯です。しまなみ海道最後の島、大島の絶景スポット、亀老山。全長4キロメートル、傾斜8度の厳しい上り坂がひたすらに続きます。上り切った先の展望台で待つのは360度のパノラマ風景。島々をつなぐ道筋が一望できます。そして最後の橋、来島海峡大橋。しまなみ海道最大のこの橋からは、瀬戸内海の島々と四国の山脈を一度に見渡すことができます。愛媛県今治市に到着、しまなみ海道の終着点です。しまなみ海道では、自分のペースで巡り、魅力を肌で感じるサイクリングならではの旅の楽しみが待っています。